いやもう今日ジャニーズの会見をバーッと見ておりまして、思ったのはジャニーズは終わるなっていうところですね。なんかあの質問にもありましたが、平野翔君だったりとか神宮寺君だったり新しい地図だったり、そういうところを邪魔しないって明言してくださいみたいなのありましたよね。で、もちろんです、邪魔しないですみたいなことを東は言ってたし、まあ、命も言ってました。まあ、命の場合はね、あの同じね V6 の三宅君がね、2B に行ってるんで、そういうのもあるんでしょうけど、まあ、それ以前の問題で、邪魔しない以前の問題でもうジャニーズは終わったなって感じがしましたね。まあ、社長を比べれば一目瞭然で、東が社長とタッキーが社長、まあ、どっちが優秀かっていうところになると、どう考えてもタッキーだろうなって思いますけどね。タッキーの方がジャニーズで経営の方を関わってたわけだし、今は飛び出して独立して自ら仕掛けてってもう成功してるじゃないですか。これから 2B が 2B の方に入る人が増えるし、ジャニーズを辞めて 2B に行くっていう人も、まあ、今回で増えるかなっていうふうに思ってますけどね。これからそうですね、ジャニーズ自体が干すというよりはジャニーズが干されていく時代になってくるなって感じは、まあ、そもそもタッキーがいて平野翔君がいたら、もうそこ勝ちですよ。やっぱもう今のこの弱まってるジャニーズでは太刀打ちできないなとは思いますからね。まあ、なんかでもやっぱり今もジャニーズやってますけど、なんか出し切ってないですね。なんか上辺だけをなぞってますね。もっともっとこのなんだろうな、やった事件、ジャニーさんがやらかしたことに対してこの人たちのふわっとしたイメージ付けですかね。ファンがいるからやれるとか、ジャニーズの名前は変えないとか、なんかそこは甘いなと思います。ここタッキーだったらバシッと言ってたろうなと思うんで、まあそういう面でもね、これからはね、僕はねタッキーと、東山さんが対決になってくと思うんですけど、僕はタッキーが圧勝するんだなと思ってます。